最初中学生ぐらいの時から理容師の、職場体験学習みたいなのった時に親父さんがこうタバコ加えながらパンチパーマ巻いてたんですよ。すごい笑顔で、お客様もすごい笑顔で、なんて素晴らしい、笑顔でいてお金をいただけるとなんて素晴らしい仕事なんだろうと思ったんですよ。で、高校までは結構頑張って進学校行ったんですけど、最初のテストが頑張って勉強したんですけど下から2位だったんですよね。いやもうその時にもうこれはもう勉強は無理だなと思って、やっぱ僕には床屋になるしかもう道はないなっていう決心がついて、で勉強じゃなくて技術だったら練習してやったらやった分だけこう成果が出て、やったらやった分だけ周りが認めてくれて、でお客様が笑顔になってくれてっていう道に進みたいなと思ったのがきっかけでした。22歳ぐらいの時にドイツに姉妹店があって行ったんですけど、最初はこう海外に出てみたいとかかっこいいこと言ってドイツに行きたいなって言って出てったんですけど、まあ内心はそうやってこう自分がなんで床屋理容師になったかっていう時に、やってれば周りが認めてくれるっていう気持ちがあったんですけど、実際はそんなことなくて、まあ自分の中では一生懸命やってて頑張ってやってたんですけど、なかなかこう理想の自分とはかけ離れた自分がそこにはあって、こうそこから逃げ出すいいチャンスだったかなって思うんですよね、当時の自分にとっては。で行ってみて、それが多分今一番大きな分岐点になったかなと思うんですけど、最初は行ってドイツのすごいこうシステマチックで簡素化してて効率が良くてっていうものにすごいこう感銘を受けて、なんていい国だって思ったんですけど、でも半年ぐらいしたら逆になんて日本って素晴らしい国だって思ったんですよ。なんでかっていうと、技術だけじゃなくて日本ってやっぱそこには無償の優しさとか無償の愛みたいなものがあって、そのやり取りでこう日本人って心を通わせるというか、あ、技術だけじゃないんだなっていうのに気づけた時に、日本ってなんて素晴らしい国だと思ったんですよ。もうあっちにいる時に最初はなんて素晴らしいと思いながらも、あっちにいる時にそういうことに気づいた時に、あ、なんて今までの自分は傲慢だったんだろうと思ったんですよ。こんだけ一生懸命やってる自分、こんだけ一生懸命やってるっていう、やってる自分にしかこう目が向いてなくて、でもそれはこう受け止めてくれるお客様がいてくれたり、感じてくれるスタッフがいてくれたり、やっぱそういう周りの人がいてくれて初めて自分の技術なり感性なりが生きてくるんだなっていうのに気づけて、あれがなかったらもう今床屋を続けてないかもしれないですし、本当にいい経験ができたなっていうふうに思います。展望っていうか、昔からあんまり夢って見なくて、独立したいとか、なんか自分の店を持ちたいとか、そういうのはあったんですけど、なんかこう、絶対こうなりたいみたいな夢を持ったことってあんまりなくて、今もそうなんですけど、どっちかっていうと、こう、いい人生だったなって思って終わりたい、人生を。
っていう気持ちの方が強いかなと思うんですよね。だから展望っていうか良き利用者として良き店長として良き父親として良き男として生きていくにはどうしたらいいかっていうことを毎日こう考えて工夫して、で周りがこの人はすごいこうそういうのに熱意を持って生きてんだなっていうのが感じ取られるような生き方をしたい。夢っていうよりかはそういう生き方ができる男になりたいなっていうふうに思います。